田辺信弘は、日本の政治家、保護士、静岡県静岡市長、静岡市議会議員、静岡県議会議員を歴任した、静岡県静岡市生まれ、静岡市立城内小学校、静岡市立木内中学校、静岡県立静岡高等学校、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、総大を卒業した1985年に、 松下政経塾に入塾。1987年からイギリスのサセックス大学に留学し、国際関係論を専攻した。1990年に松下政経塾を卒塾し、学習塾に勤務する。その後静岡産業大学講師、静岡工科自動車大学校特別講師、早稲田大学マニフェスト研究所客員研究員。 大樹総研特別研究員を務めた。1990年4月、静岡市議会議員選挙に出馬し、初当選を果たした。1994年の市議選には出馬せず、1995年に静岡県議会議員に倶替えする。県議選には、1995年、1999年、2003年と3回、当選。年月日、 三期目の任期途中に県議を辞職。同年11月9日に行われた第43回衆議院議員総選挙に静岡一区から無所属で出馬するも落選した。2005年9月11日に行われた第44回衆議院議員総選挙に静岡一区から無所属で出馬するも落選した。同選挙では静岡市議会議員、丹沢隆久と運動員の二人が 現金十数万円を渡したとして、運動員への現金買収で逮捕された。2010年5月、翌2011年の4月に行われる、静岡市長選挙への出馬を表明。選挙戦では、2011年3月11日に、発生した東日本大震災を受け、安心、安全な街づくりを掲げて、静岡市の災害対策の見直しを表明。また、 議員定数削減、児童の医療費助成の拡大や、観光の強化による景気回復、事業仕分けの実施による行財政改革を公約に掲げ、自由民主党や民主党、連合静岡の支援も受ける。2011年4月10日、静岡市長選挙において減税日本公認の運の通るらを破り、当選を果たした。 2015年4月12日の同市長選挙で再選。2019年4月7日の同市長選挙で自由民主党、連合静岡、JA など400以上の企業、団体の推薦を受けて北の組織戦を展開したが、得票率は50%を下回り、前回の選挙から4万6000票余りの得票数を減らして苦戦したものの、元市長の天野晋五らを破り参戦。 2011年4月当日有権者数584,696万人最終投票率 52.58%2015 年4月当日有権者数582,92万人最終投票率 48.42%2019 年4月当日有権者数584,837万人最終投票率 48.76%、田辺と県職の川勝平太静岡県知事との間では、各種政策をめぐる対立が報じられることが多い。2015年5月には、川勝が静岡市の二重行政を解消する手段として、静岡県都構想を主張。大阪都構想と同様に、静岡市を廃止し、3つの特別区に分割した上で、区長と区議会を置き、 地域の実情に即した政策を推進していくことが同市の実情に合っていると主張した。これに対して田辺は川勝の構想は権限や財源をより現場に近い自治体に移常していく地方文献の流れに逆行しているとして反対を表明。また大都市地域における特別区の設置に関する法律では人口が 計200万人以上の地域が特別区を設置できると定められているため、静岡市の人口規模では特別区の設置するための法的根拠がないと批判した。ありがとうございます。